Hello， 各位 SoFun SD 的读者，大家好。今天我们邀请到 Nishiki 井拉面的老板 Mike 和 Jimmy 来和我们聊聊拉面的制作过程，以及井拉面与其他拉面店与众不同的地方。Mike， 最近圣地亚哥多了好多间日式拉面店，特别是在亚洲人聚集的 Convoy 地区。你觉得你店里有什么特色是和别家店不同的地方呢？西木ラーメンではラーメンの素材をすべて店内で手作りしています。麺は店内にある製麺室で小麦粉から製麺しています。スープは豚骨と鶏白湯の2種類を厨房で一昼夜かけて炊いています。豚と鶏のチャーシューも半熟卵ももちろん店内で毎日調理しています。ジミー、我们都知道ラーメン里面最主要的元素就是大家所喜爱的ラーメン汤底。我想我们的读者应该会很有兴趣知道拉面汤底到底是怎么样制作而成的。你可以在不泄露独特秘方的状况下，告诉我们拉面汤底是怎么样熬煮出来的吗？すべてのレシピは秘密です。今日お話ししたいのはラーメンのスープについてお客様が誤解されている点です。ラーメンのスープには味付けがされていません。塩や調味料が入っていないのです。味付けは麺とスープを混ぜるときに同時に行います。つまりラーメンが出来上がる寸前に味付けがされます。この調理法はお客様が6時に来店されても8時に来店されてもいつでも美味しいラーメンを食べていただける秘密なのです。非常感谢 Jimmy 和我们分享大众对拉面汤底的误解。你可以和我们分享一下拉面汤底里面主要的食材有哪些吗？或者是熬制汤底所需要的温度呢？素材は豚骨、丸鶏、たくさんの野菜などです。スープを炊くときは強火で丸1日かけます。Jimmy，我个人觉得你们店里的溏心蛋是圣地亚哥所有拉面店之中最好吃的，它也是搭配拉面的最佳配料。你可以跟我们分享你是如何将它煮得如此美味呢？まず、卵は地元の農家から新鮮な地鶏の卵を毎日仕入れています。次に、お客様の喜ぶ顔を想像しながら心を込めて調理します。それが秘訣です。Jimmy。你创造了许多不同而且独特的拉面，像是情人节的甜点拉面、 St. Patrick's Day 的绿拉面、母亲节的粉红拉面，以及最近才开卖的 Cheese 叉烧拉面。我们非常好奇你的灵感是从哪里来的，你可以跟我们分享一下吗？私たちはお客様と毎日さまざまな話題について会話しています。お客様と話をしているとアイデアが湧いてきます。またお客様が直接こういうものが食べたい、ああいうものが食べたいとリクエストされることもあります。非常感謝マイク和ジミー今天在这里和我们分享，让我们对井拉面餐厅有更多的了解，也学到许多制造拉面的小常识，想必我们的读者都受益良多。感谢各位收看 SoFun SD 频道，下次见。